はい、2024年3月14日木曜日、朝の8時1分ということでね、おはようございます。はい、13度、湿度は 63% です。はい、天気は曇りですかね。はい、曇っちゃってますね。なんで曇ってんすかね、わからないですね。はい、ということで朝ごはんを食べていきたいと思います。何食べようかなってことだったんですけど、ここにね、個包装のお餅があったんで、これ食べていこうかな。個包装じゃないとね、餅はカビがきますからね。すぐ食べるならいいですけど、あまり食べない方は、個別包装されているお餅を買うことをお勧めします。はい、ほんとすぐカビ来るからね、餅っていうやつは。餅ってやつはすぐカビが来るんだ。ということで、はい、唐揚げってやつは、あれ誰がやってんだっけ、なんか有名な人が言いますよね。唐揚げってやつは、なんか渋い声で、体格の良いあの方、なんていう人ですか。昨日ここがさっきで、ね、めっちゃ荒らされてたんですけど、猫ちゃんかなんか来たのかな。私がししゃもを多分この鉢の上に置きっぱなしにしてたのかな。ちょっとあんま覚えてないんですけど、あれこれ焦げてんね、火が強すぎるな。直火が当たってるとちょっときついね。直火が起きてるからね、ちょっと炭入れすぎたのかな。直火が起きてんすよ。炭を入れすぎた可能性があります。直火当たるとね、焦げちゃうからね、とろ火がいいんすけど、ちょっとそうはなってない現状。はい、昨夜の日経平均先物は下方向だったので、今日は売り先行スタートかな、多分。はい、ニューヨーク市場もダウは若干上げてたけど、ナスダックと SP500 は下がってたんで、まあ、日経平均先物も下げてたっていうのもあって、多分下げ先行スタートになるはずです。1時間後ですね、株式市場開くの。まあ、持ち株そんなないんで、別に下がったとてね、そこまでダメじゃないですけど、銀行上がる可能性あるのかな。ちょっと分かんないですね。PTSB でも分かんないし、まあ、市場が開いてみないと分かんない。売り先行スタートでしょう、とりあえずは。おっと、もうこれも焦げてる。おっと、これも焦げちゃってるね。さあ、じゃあこれに、このちっちゃい器ちゃんにね、醤油を入れときましょう。あれ、醤油がない、あった。はい、山江甘口刺身醤油。山江の株、私ね、売っちゃいました、資金確保のために。結局1万か2万円含み益で利確した感じだったかな。ん、あ、いや、5万ぐらいあったのかな、ちょっと忘れましたね。で、私が利確したとポイントからは今もうちょっとだけ上がってます。まあ、でも仕方なかったです、お金が必要だったんで。まあ、働けよっていう話ですけどね。仕方なく株を売るっていうね、生活、まあ、どう考えても1ヶ月10万ちょいとかは使いますからね。家賃だけで3万はするし、まあ、3万で住んでるから違法だけどね、高いとこじゃないから。高いとこに住んでるとね、
ちょっと生活の収入が減った時にね、生活のランクを落とすことが、ああ、落ちちゃった、もう。暴れた。ああ、洗ってくるか。いや、お餅、やっぱお餅も美味しいですよね。まあ月自家製の餅そら美味しいけど、これ既製品の餅も美味しいですよ。はい、こんな感じ。うまい。美味しい。濡れたからひっついたのかな。今洗った時に。このちっちゃいコップはね、醤油入れにちょうどいいっす。はい、こぼれないし。本当。ウグイスが鳴く季節になりました。ウグイスが鳴いてますね。ホーホー結局聞こえます。皮が燃えている。餅の剥がれたやつが燃えている。4つは食べれるでしょうということで、おそらく。美味しい。
トマトも美味しいね。おいしい、ウーロン茶がおいしい。やっぱ一つ食えるかな。5個にしときましょう。今日の朝ごはんお餅5個、はい、多分これぐらいはいける。お昼ご飯どうしようかな。なんか元、まあこれ西南市民しか分かんないですけど、元焼けっぱちがあったお店になんか他の飲食店が入っててランチって書いてるから、そこのランチ食べてこようかな。焼けっぱちはラーメン屋さんです。はい、焼けっぱちのラーメンはね、ノーマルで頼むと塩分が控えめになってるんでね、普通のラーメン屋さんより塩分控えめです。はい、でだから豚骨のうまみはね入ってるんですけど、まあ、塩分控えてる方にはいいと思います。ただ私はちょっとやっぱしょっぱい方が好きなんでね、注文するときに辛めでって注文します。はい、辛めでって頼む注文するとちゃんとっていうかね、普通のラーメン屋さんと同じくらいのしょっぱさのね、うまみも混じっていい感じになります。まあ私基準ですけどね、薄めのしょっぱめくないのがいい人はノーマルで頼むといいと思います。豚骨の風味というかうまみはねしっかり感じるんで、そっちの方が。はい、で焼けっぱちの話じゃなくて、その焼けっぱちに入った後から入った店、あれなんていう店なんだ。西南市北郷の、あの道の駅北郷のすぐ近くかな。道の駅北郷から歩いて2、3分で着くと思います。はい。あるんですよ、なんか。杉の木とかもありますけど、あ、ここら辺も。ね、こっちにいるうちに寄っときたいですね。まあ、また宮崎帰るから。おいしい。どこ行ったか分かんないもんか、結構あるな。コーヒーがどっか行ってんな。
未開封のやつあるけど、まだ飲みきってないやつがあったはずなのに、どっか行ったの。これが整理整頓ができてない人の末路です。これもあったんだな。これ絶対うまいやつ、そのうち食べるかな。はい、いい感じに焼けたんじゃないでしょうか。あっちあっちあっち、はい、醤油乳水いただきます。うん、うまい。うまい。飲み切ったんだったっけ。あ、ありました、ありました。発見しました、はい、ネスカフェゴールドブレンド。飲み切ったわけないよなっていう。はい、クリスマスのメリークリスマスということで、3ヶ月遅れのメリークリスマス。混ぜ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 。はい、ネスカフェゴールドブレンドメリークリスマス仕様ということでいただきます。はい、あー、おいしい。久しぶりにコーヒー飲んだ気がする。おいしい。はい、ではこの辺で終わりましょうかね。はい、はい、ごちそうさまでした。山に感謝、川に感謝、海に感謝。今日はね、このお餅を作ってくれた、松明さんですかね。松明さん、どこの企業だ。松明さん、松明食品株式会社。あれ映ってない、どこだ。映ってね、あった。松明食品株式会社新潟県ですね。これ泉市って読むんですか。ご泉、いや、わかんない
新潟県の企業の松明さんに感謝です。はい、ごちそうさまでした。